今回のこの動画では Google スライドの操作方法について解説をいたします今回解説するのはこのプレゼンテーションのやり方ですねこちらを解説しますこちらからでもいいんですけど最初のスライドから開始こちらをクリックしてくださいでこちらの4つカーソルを動かしているとこちらのものが出てきてしまうんですがこちらしばらく経つと しばらく動かさない状態で放置しますとこのように消えてしまいます。なのであとは十字キーですね。方向キーを、方向キーの下を押してもらうとこのように2、3、4、5、6とどんどん次のスライドに進みますのでそれで撮影の際は動かしてみてください。でどうしても冒頭と後ろの部分は出,こう出てきてしまうのでその部分はカットするなどして対処していきましょう。 はい、えー、今回のこの動画は以上となります。